歩行工科大学校は大韓民国継承北道歩行士に本部を置く大韓民国の私立大学である1986年に設置された大学の略称はバステック歩行工科大学校の見学理念は我が国と人類社会発展のため設実に必要な科学と技術の奥深い理論と広範囲な応用方法を深く研究し 少数の英才を集め質の高い教育を実行することによって知識と知性を顕微した国際水準の高級人材を養成するとともに産学研協同の具体的な実現を通じて研究結果を社会に伝播することによって国家と人類に放出する目的で設立されたである。歩行工科大学校はその短い歴史にもかかわらず2010年イギリスの座と 世界的な研究評価機関であるトムソン・ロイターが主管する世界大学ランキングで28位、2012年トムソン・ロイターの世界100大革新機関に選定された。そして開校50年未満の大学を対象にする座で1位を占めた。4つの基礎科学研究院研究団の誘致に成功し国家的な基盤研究施設である三世代放射校。 加速器で新素材研究と新薬開発と今まで未知の世界だった原子の動的現象の観察と研究に力を注いでいる。2016年に21世紀未来産業を牽引する四世代放射光加速器をアメリカと日本に続き世界三番目に竣工した。古今高吉初代総長とコマーガレット・サッチャー・イギリス首相鉄工大学院キャンパスは 高交市南区高市道山31番地に一致している。合計50万6000坪に及ぶ敷地に位置する大学施設は1986年に19棟、延べ面積5万7452平方メートルで、開校以来、教育、研究施設の拡充のため、毎年、施設を追加建設した。その結果、 2006年現在で105等385,624平方メートルが混流され、開校当時比7.5倍に増加した。量は男子学生用が20棟、女子学生用が3棟、その他が1棟ある。青いは学術情報館は2003年に完工した大学図書館であり、名称は僕大春の号から取ったものである。正面はガラス張りで2階は 参考資料、3階は書籍、4階は雑誌や論文、5階はセミナールームなど、6階は売店や休憩室、屋上庭園である。5階の閲覧室は24時間、2から4階の閲覧室は午後10時まで利用可能。2007年からは図書館によるブログやツイッターが始まり、情報発信をしている。世界的な理工大学に育成することを目標とし、 本校出身者が、ノーベル賞を受賞した時のために、未来の韓国人科学者と書かれた台座を設置している。韓国、世界3番目に第4世代加速器設置総合、ニュース東洋経済日報、www.toyo-keizai.co.jp2019 年9月27日閲覧。社説、今はもう、ノーベル賞受賞に向かって、 イコール韓国、ジュイングエレボー中央日報、japanese.jons.com2019 年9月27日閲覧、ありがとうございます。